はい、シグです。今日はですね、まあ、ダイエットをするときにおかしがちな三つの間違いって話をしたいんですけども、まあ、それもね、こう、研究結果でバックアップされている、まあ、間違いみたいな話なんですね。まあ、ダイエット、まあ、減量ですね。減量っていうと、まあ、早く体重減らそうとして、こう、いろんな方法を試すと思うんですけども、まあ、ダイエットの方法ってのはですね、もう、神話のごとくですね、いろいろなものが毎年出てくるし、そして、 まあ、いろんなことをね、やってダメだった人もたくさん出てるわけなんですね。まあ、なんとかダイエットってやつなんてのは、毎年毎年こう、新しいの出てきますし、まあ、どれがいいんだろう。まあ、特にですね、こう、健康を損なうことなくやるダイエットをするためにどうしたらいいんだろうってことはですね、よくよく考える必要があるんですね。で、そういったのをこう、見定めるというか、これまで出てきたですね、ダイエットに関していうところの、まあ、研究上での間違いみたいなつ結構あるんですね。 だから、まあ、ダイエットに関する研究結果から導き出せる三つの間違いみたいな話をしたわけです。まず一つ目はですね、まあ、低脂肪の食品を取ることがダイエットにつながるって考え方ですね。まあ、脂肪を取らないようにしろっていう、まあ、そういった考え方のダイエットって、まあ、今でも結構あるんじゃないかなと思うんですけど、あの、結構食品でね、これ低脂肪なんですって言って、まあ、ダイエット目的の人とか、その減量の前にこういったものをたくさん食べた方がいいよっていうのって、今でもこう結構話されてるんですよね。 で、低脂肪を選べばいいっていう考え方なんですけども、実際はその過去の研究、2016年のですね、論文でも、その低脂肪食っていうのは続けることによってかえって糖尿病とか肥満とか高血圧を引き起こすんだよってことは、ちゃんと示されてるんですね。 いわゆるメタボを引き起こすということが分かっています。まあ低脂肪って表示されていてもですね、まあ実際に加工食品摂ってると、えー、例えばマヨネーズとかね、そういったもので低脂肪にしてありますよっていうと、まあ代わりにですね、まあ砂糖とか塩とかで味を変えてですね、脂肪を減らしてでも同じような味に、まあ、仕上げてくるものがあるものですから、まあ加工食品摂ってる限りですね、低脂肪っていうものに騙されて取ってしまうと、かえって逆効果になったりしやすいんですね。 で、特に、あの、脂肪が重要だよっていう時、まあ、特にダイエットの時にはですね、ビタミンとかミネラルが不足しがちになっちゃうんですけども、まあ、ビタミンをね、適切に吸収するためにはやっぱり脂肪必要なんですね。で、特に、あのー、まあ、カロリーに関して言うと、脂肪は、まあ、砂糖とかね、タンパク質の倍以上のカロリーがあるっていうんで、なんとなくね、まあ、減らせば、あの、ダイエットになるんじゃないかなと思うかもしれないですが、かえって、 えー、ビタミン、ミネラルのバランスを崩したりすることによって、えー、量が進まないなんてことも起こりますし、まあ当然ね、脂肪といっても、その全ての脂肪をね、取れっていうわけではないんですね。まあ植物油脂とかトランス脂肪酸って言われるようなものですね。そういったものに関しては避けていかなきゃいけないよってことですね。まあトランス脂肪酸っていうのは加熱した時に出てくる油であったりしますし、まあショートニングってものであったりだとか、それからマーガリンなどね、まあそういった効力的に作られた油の中には結構含まれているので、まあそういったのは、ね、避けていかないといけないですけど もそれ以外の脂肪に関してはあえて削る必要はないですよってことです。 から、ダイエットの時間違いそうなもの、二つ目としてですね、まあ食事を小分けしながら食べるってことですね。まあちょこ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 と、まあちょっとずつ食べるっていう食べ方っていうのが、まあいと流行ったりもしましたし、今でも満腹に食べない方がいいんだよみたいな感じで、小分けにしてちょこちょこ食べるっていうやり方してる人もいるんですね。これ実際は糖尿病の人に対して、まあ小分けにして食べましょうなんて食べ方っていうのがま推奨されてるわけなんですけれども、 まあ一回ですね、に、まあたくさん食べずに1日3食食べるんじゃなくて、まあ6食とか7食とか分けて食べましょうっていうのがね、食事指導であったりするわけなんですが、ちっちゃな食事を数回することを、グレイジング、英語でグレイジングって言うんですけど、 まあ、グレイジングっていうのはですね、特に減量手術の後とかで,ですね、検討されてたりするんですね。減量手術っていうのは、あの、胃袋を縮めるとか、胃袋を切ったりして、えー、たくさん食べれなくする。まあ、超肥満の人にこうやられる手術だったりするんですけども、まあ、その後ってね、胃袋切っちゃうもんですから、ちょこちょこと食べざるを得ないんですね。で、実際その、えー、小分けにして食べることっていうのも研究結果出てまして、えー、結果的にはですね、小分けにして食べれば食べるほど、 え、糖尿病とかにかえってなりやすいみたいな。長期的には体重増加がしてくる結果になりますし、またそれからですね、食欲のコントロールも難しくなっていくんですね。あと、他の研究でもですね、ちょこちょこ食べると、結果的に1日に取るカロリーがですね、まあ、250から260キロカロリーぐらい余分に取ってしまうってことも分かっています。で、特にまあそういった食べ方をすると、まあ、砂糖をね、たくさん含んでる食品をどうもたくさん食べてしまう傾向になるみたいなんですね。だからその食欲のコントロールとか、 の好みっっっててててこここことととにににに関ししもち、えー、ちょこちょ食食べる方ががダイエットにとっては非常に良くなないい習慣になってしまう可能性が高いってことですねだから、頻繁に食事食べることは決して代謝を高めることもありませんし、当然ダイエットにも繋がっていかないということですね。だから、ダイエットでおかしがちな三つ目の間違いというのはですね、まあ、ダイエット中おやつを食べない方がいいよと。まあ、しっかり我慢しろってことなんですけども、これはもう間違いなんですね。まあ、ダイエット中といえどもですね、おやつは結構重要です。というのは、まあ、やっぱりストレスをめないようにしなきゃいけないんで、 成人質やかえってこうストレス溜まっちゃうんですね。ただ、そのおやつというものに対しての選択って非常に重要になってくると。何でも食べていいわけじゃないですね。えー、食もなるべくその健康的なその食習慣ってことを考えたものを取った方がいいよってことなんですね。健康的な間食と避けなきゃいけない間食っていうのがやっぱりどうしてもあるんですけども、ま、ある程度ですね、例えば栄養がですね、まあ、糖分ではなくてタンパク質とか脂質がですね、しっかりあるものっていうのは、 えー、感触のものとしては一応最適だよと。で、まあ、エビデンスも出ているんですね。まあ、2021年に行われた感触に関する研究ですけれども、まあ、肥満の患者に対してですね、まあ、カロリー制限するんですね。500キロカロリー、カロリー制限するんだけども、その、まあ、制限したカロリーの中にはやっぱりおやつを入れておくんですね。で、一方はですね、まあ、 プレッツェルですね。まあ、お菓子ですね。簡単に言うと。甘い炭水化物。から、二つ目はですね。まあ、ミックスナッツですね。まあ、タンパク質とか脂質が豊富なミックスナッツ。この二つにこう、まあ、振り分けて、えー、どういった結果になったかってことなんですけども、まあ、こういった研究結果ですね。まあ、500キロカロリーの,あの食事制限をすると、12週間やるんですけども、まあ、ちゃんと守ってくれるんで、どちらもですね、カロリー制限をした結果、体重はちゃんと減ってるんですね。ですけれども、えー、ミックスナッツ取った方がですね、その普通の甘いお菓子ですね。 え、食べるよりも、食事を食べた後の、こう、満足感というのは高いっていう結果なんですね。それから、まあ、どういう計画かわかんないんですけども、心拍数、心臓の脈がゆっくりになって、まあ、落ち着いたってことですね。まあ、交換神経と副交感神経のバランスが取れて、えー、心落ち着いてるってことだと思いますけれども、まあ、副交感神経が優位になって、心拍数が下がって、そして、えー、血液中のその油のバランスも良くなって、 んですねまあ炭水化物中心のおやつっていうのを、まあ、取りすぎることっていうのはまあ食欲にも影響しますしそれから体のバランスですねあと、えー、ストメンタルストレスにもすごく影響するんじゃないかなという結果なわけですだからまあちょっと食べるそのおやつに関してもですねその甘いものをちょろっと食べるよりもやっぱりどっちかというとそのナッツのような健康的な食品を選んで食べる方がいいということになります あとね、他にも結構ね、ダイエットの罠ってあるんですけども、例えば運動ですね。運動すれば何食べてもいいよって。さっきの話じゃないですけど、運動してお菓子食べてたら全然意味ないですね。 特にまあ運動すると、その使ったカロリー以上にですね、食欲増してしまって食べ過ぎてしまって、ダイエットにはあまり向いてないっていうこともあるんで、まあ運動をですね、ダイエットの初期には実はやりすぎると書いて逆効果だったりしますし、あとはジャンクフードとかね、甘いお菓子の選択をするっていうのは、あのー、まあ基本的にどんな場合もあんまりよろしくないわけなんですけれども、特にその中でもやっぱり糖質の量がね、多い食品をたくさん取るっていうのは良くないと、まあ砂糖とかの、まあ、単純糖質であったりだとか、まあご飯、パンパスタの複合糖質、こういったものをね、制限する ということ大事なんですけどもただ同時にですね、ビタミンとミネラルに関しては制限してはダメなんですね。だから、あの、食べないダイエットっていうのは、体重確かに減るんですけど、はっきり言って健康的ではないんで、そういった時にはちゃんとね、まあ野菜とか、そこから適度な果物を摂取っていうのはしながらダイエットしなきゃいけないですね。だからこのあたりのバランス考えると、まあ1ヶ月にですね、2キロも3キロも減るようなダイエットっていうのは正直あまりよろしくなくて、まあ大体、まあ男性だったら1ヶ月に1キロ、女性だったら1ヶ月に500グラムぐらい減らすぐらいのイメージで十分なんですね。 結果的にそれぐらいの気持ちでやってると、まあそれ以上に減っていくはいくんですけれども、ただ急激に減りすぎたら、ちょっとまずいぞと思わなきゃいけないってことは大事ですね。特にこう、リバウンドしない健康的なダイエットを目標とするときっていうのは、まあ気をつける必要があります。まあ今日はね、その3つのダイエットの間違いみたいな話で、まあ文献でね、ちゃんと検討されている内容のことをお話し,しましたけれども、必ずですね、健康的なダイエットということを心がけてください。<laughs> まあ今日の話に役に立ったよって方は高評価のボタンをお願いします。チャンネルフォローもよろしくお願いします。